はい、えー、皆さん、こんにちは、えー。弁理試験の選択免除も踏まえたですね、選択科目の選び方というところで、私の方から、えー、30分ぐらいですね、話をさせていただきたいと思います。担当はレクセンに講師の弁理士の馬場です。皆さん、改めまして、こんにちはと。えー、普段まあ私の講座を取られている方も、まあ、多分他のですね、講座を取られている方もいらっしゃると思いますけれども、弁理士試験にはまあ選択科目っていうのがあります。 通常の論文試験には必須科目ですね特実衣装の3個の試験ですけれども3つの試験と残念ながらその3週間後に選択科目というのを受けなければいけないと当然免除という制度もありますので今これね多分ご覧になっている方は選択科目というのを受けなければいけないどうしようかという方が大半まあそうですよね免除の方は多分見てないと思いますので一応そういう方向けにちょっと今日は話をさせていただきたいと思います。私ののはですね普段ススマーート攻略コという通信入門 講座であったり、まあちょっとゼミとか普段やらせていただいておりまして、まそちらのねえ、構を見てる方々もお馴染みだと思います。けれど、もまそうじゃなくってまえレックのですね。ま、他の入門講座とかを取られていたり、とかまそうじゃない方もねいらっしゃると思いますので、一応全体的な話をさせていただきたいと思います。で、ただ私自身がま選択科目って言った時にですね。ま便利試験というのはまこれだけあるわけですね。選択科目として受け入れられるものがとでもう。 簡単に言ってしまうと今この2つしか話はしないというふうに思っていますでなぜかというと多分もうこちらを選ばれる方というのはそもそも、えー、ともうここを選ぶと決めているので、まあ、この辺を見る必要がないというかもう例えばもう生物学をやるから私は生物,生物学でいきますとかいやあの私はもうあの回路理論ね電気をやってる方っていうことであるので、まあ、多分もうこちらを選択できるという方はもうブレがないという,いうことになります。 で、えっ、ー、と、ちなみに、こちらの科目を選べるっていう方はですね、え、おおむねの、えっ、ー、と、理解っていうか、どうやったら、えら、あの、どこのタイミングで選べるというか、判断できるかというと、特許庁のサイトに過去問が出てると思います。あの、これ全部ね、過去問の本試験で出てる。で、その過去問の回答を自分で作れるレベルです。いわゆる、まあ、当然本とか見ていただいて。で、おおむね、まあ、簡単に言っておきますと、選択科目、上記の科目の対策の仕方としては、年内、 年内の間に、まあ、当然、年明けの担当がある方の場合ですね。担当ある方の場合は、年内に上の過去問の回答を自分で作るというのが一つの目標です。でそこを作っておいていただいて、で年明けは担当の勉強を始めてで、あとは論文の必須が終わった後に一気に突っ込むというのが、まあ、標準的な選択科目の勉強の仕方になります。 だからまあここについてまあ1からですね4の方についてはちょっと今日は割愛させていただきます当然もうどれを選べばいいかというのは私は全然分かりませんから私自身が情報系ですのでまあこちらの5ですね、うん、のところの話とあとは法律のところのまあ法律もちょっとあ,のあまり話はしないですけれどもえまあどちらかの選択になるかと思いますでこれどちらを選択すればいいのかということなんですけど文系だから民法でいこうというのはちょっと総計でしてあの意外に情報の科目もできなくはないです なぜかといったら数学的ななな知識はあのベースがそんんに高くないんですよで結構多分上の科目とかになりますと基礎的な知識とかその数学的な知識とかいうのが要求されてしまうので、まあ、そこでねいきなり今まで専門じゃない人が対策を取るというのはかなり難しいんですけれども実はそこの知識がかなり情報についてはあの少なくて済むのでだから例えば今まで情報が専門じゃないっていう人が選べないかといったらそうでもないですそうでもないです。 うん、で、まあ、民法っていうのも、まあ、あとはえと法律的な科目というところで、まあ、どうしてもまあ理系科目が選べないということであれば民法ということになると思います。だから現実的な選択としては選択科目が決まってないという方はどちらか。 でかつ、まあ、本来は、例えば自分は大学では化学,を化学をやっていたけど、もうちょっと卒業して忘れてしまっていると、ちょっと、えー、問題を見てみたんだけれども、えー、どうやら自分で回答がわからないと、多分調べても回,回答がちょっと出,よう出,出せないなというのであれば、まあ、どちらかという選択になるかと思います。あの実際、それで民法とか選ばれる方もいます。で、選択免除っていうのがあります。で選択免除を狙っていくとなると、免除対象資格は、まあ、これだけあります、実際は。 あるんですけれども現実的に選択できるのはもう情報処理技術者試験だけだと思ってください、うん、他はかなり難しいですで昔は、まあ、行政書士っていう選択肢がね文献の方であればあったんですけれども今、まあ、行政書士の試験かなり難しいので多分免除だけのために取るというのはあまり得策ではないかなとまあ多分ここの勉強で 他のやっぱり何すかね、いろんなのと違って、便利士の資格を皆さん勉強がメインになりますので、そもそも便利士試験の勉強だけでも手一杯なわけですから、プラスそこに他の勉強を入れていくってことになるので、あの、かなり辛い時期なんですね。なのでそう考えると、まあ、ちょっと行政処置とかは難しいかなと思います。で、あの、情報処理安全確保支援士というのは、まあ、これは、えっと、ま、ちょっと次話しますね。あとはね、電気通信主任技術者というのがネットワークの技術、 でですので、まあ、一応これが、まあ、ネットワークが専門の方であればあの多分狙えることは狙えるんですけど、うん、あのまあ一応狙い、まあ、マークシートしか出ないです傷つかない全くない試験なんで。 ただまああのすごく大変ではありますねあの対策も立てにくいですあのこれに関してで他はちょっと難しいですねさすがに免除のために薬剤師を目指すというのはあの現実的ではないですよねはいじゃあその情報処理試験とあとはこの情報処理安全確保支援して昔これ情報セキュリティと言ってたんですけれどもえこちらについては、まあ、試験としてはこんな区分になっています で情報処理技術者試験というのがいろいろあるんですけれどもここからがちょっといわゆる、まあ、言ってしまえばプロの資格と、まあ、そうじゃない資格というですねに分かれまして免除対象になるのはここの上だけです。上だけということになります。あのこちら自体は免除対象になりませんのであの受けてもあのちょっと意味がないということですね免除のために受けるの意味がないということになります。 でただ、えー、とこの上の部分を考えたときにじゃあこの中で応用情報技術者ってかなり試験範囲が広いんですけど、まあ、どこを受けたらいいのかということになりますけどこれはも応用情報技術者のみですね可能性としてあるのでそれはなぜかといったら、えー、と高度情報処理技術者ですね高度の情報技術者っていうのが例えばネットワークとかデータベースとか試験があります。 うん、それから情報処理安全確保支援士というのが今ありましてこれが情報セキュリティと昔言われてたやつなんですけれどもこの辺の試験というのは実はまあ,あのこれ情報処理技術試験というのは午前と午後があります。で午前が、えー、と4子ですね4枝の択一です。でそれがバーッと出てで午後が、まあ、言ってしまえばこの便利試験というところの事例ですね。にが出てきます論文に近いです。 論文に近いんですけど、まあ、論文っていってもあの文章を書くわけじゃなくて問題にちょっとずつ答えていくっていうまあイメージ的には大学入試みたいな感じかなああいう感じで説問1これについてどういう意味ですかセキュリティね確保するためには何をしますか二重文字以外で書きなさいみたいなそういうのが出てきますあのこれに関してはでまあ午後問題があるんですけどその午前問題がこの高度情報技術者とかこちらの情報処理安全確保支援士ですと午,後午前試験が2つ出ちゃうんですよ午前1午前2で。 その午前1の試験範囲が応用情報技術者と同じになってしまうのでだから応用情報技術者の知識がないとそもそもそれが解けないんですねって考えると応用情報技術者を選択せざるを得ないということになりますだから免除を狙うとしたらもうこの試験で行くということになってきますじゃあ今それを踏まえた上で選択科目を免除をねした方がいいのかしない方がいいのか選択科目を普通に受験した方がいいのか免除を取った方がいいのかっていうところのメリットデメリットがあります でそこの話で、まあ、皆さん判断していただければいいんですけれども上は選択試験を受けた場合です下は選択免除を狙う場合いわゆる情報処理試験を受けるという場合になります。で選択免除についてのメリットとしてはやっぱこれ一番大きいのは論文の必須が終わってその3週間の間に学習時間の確保ができるということになります。だそこのタイミングで、まあ、一気にやればいいのでそこまである程度さえこう仕上げとけばいいということですね。 でこれは一回合格すれば受験する必要はないので選択試験については。だからあえて別の試験をわざわざ勉強しなくても、まあ、いいんじゃないのということになります。あとはまあ当然民法であれば、まあ、特許法はねもう皆さんもう当然ご存知のように特許法は民法の特別法ですから,だからそういった意味では、まあ、民法であれば特許法の理解なんかにも役に立つ例えば損害賠償請求だったりとかそういったところについては、まあ、当然こベースになってますんでね。 まああの他の受験生に比べればあの役には立つかなとただ別に民法を知らなくても特許は理解できますのでそんなにはねだって他他の受験生民法選択者以外は民法を勉強しませんから、うん、なのでまそういった意味では必須ではないんですけどまあ、役に立つの役に立つかなと思いますで選択試験があるデメリットというのがありますけどまず一つはですね選択科目によってはかなり時間をかける必要がありますでこの中でやっぱり勉強時間が多いのは民法ですうんまあ、ここに書いてありますけど。 民法の場合学習量多いですねただですら特許法とかで苦労してるのにそこにプラス民法の勉強がボーンと入るわけですねイメージとしてはあの特許がもう1科目増えるようなイメージですからもっとかな民法の学習量だか,らかなりあの学習量が増えてしまうというデメリットはあります、うん、それから、えー、選択科目が不合格になってしまった場合でも述試験に進めなくなくりますでこれは当然そうで、えー、必須合格選択不合格でこういう受験生実は結構多いです うん、あの私の周りっていうかその受験生でもやっぱり多くてだからこっち一生懸命教えて選択科目かねあの必須科目をかせたと自分のゼミ生とか教えててあ駄目だったのかと思ってで後で見たら実はあの選択だけダメしたっていう、うん、そのパターンってあの意外に多いんですよ。でそのパターンになってしまうと翌年は選択と口述だけっていう非常に不安定な状態になります必須の勉強が全くなくなっちゃうっていう。 でそれだけならまだしも結構厄介なのはその年で担当の免除が切れてしまったとでなると担当選択口述っていうそういう流れになります。でとで翌年に担当落ちてしまうとパーになっちゃうんですねもうそこで選択受けられませんから。ということで非常にまあ試験としてあのなんですかね不安すかいう安うな状況に置かれるってことあります。 それから試験の難易度が年度によるバラバラっていうのがありまして、やっぱりこれっていうのはま特許法とかでもそうですけど、これ一発勝負になってするんですね。で選択科目が60点取れば合格っていうこれ絶対評価です。だから難しい問題が出れば、でも特許法は合格者の人数が決まってるんで、難しい問題が出ても優しい問題でも上位4分の1とか3分の1が合格するってもう決まってるんですよ。これは。うん。ところが選択科目はそれがない。だから本当年によってはその選択科目を受けた人で1人しか受かんない年もあるし。 全員受かるっていう場合もあるわけですねその基準さえ超えちゃえばいいというだからその試験の難易度によって実はすごく不安定だから一番大きなデメリットは選択試験があることによって立場的に不安定になるというのは非常にデメリットがありますじゃあ選択免除を狙うとどうなのかと情報知力技術者試験を狙っていくとなるとどうなのかというとやっぱりこちらのメリットデメリットがありまして でまずメリットとしては合格をすればですね論文必須科目の工事試験対策に着手可能って書いてありますけど当然これ選択科目を受けなくていいというのは一番やっぱ大きなアドバンテージですよねだからもう単純に論文の必須だけの勉強に集中すればいいとで論文の必須に受かりすればもうその年合格しますからね、うん、そういった意味ではで必須科目が終わった後ももう7月の、えー、初旬ですよね 必須科目終わりましたともしくは6月の最終週から7月の第1週に必須科目が終わった後はそこから9月まで公術の勉強にに集中できるとということになりま,すまあ3週間しかあの違わないので、まあ、めちゃめちゃメリットかってるとそうでもないんですけれどもやっぱり選択科目がないっていうのが一番のメリットですね。それからはいさっきまあ当然これ裏返しですけど選択科目によって合否が影響されないとやっぱまあここが一番大きいかなと思います。で実はもう一個副次的なメリットありまして合格後に情報処理の資格って まあ松崎の免除は情報処理技術者だなと思いますけどこれがかなり有利には働くとは思っていますで皆さん例えば今文系の方ってあの便利試験受かった後ってもう商標やろうとかって決めてる方いるんですけどそれはそんなことはないですね、うん、別に特許の仕事でも全然文系の方でもできますただやっぱりバケとかは無理でで一番進みやすい分野はどこかといったらこれは情報系ですでねあのまあ自分が専門が措置なんですけどソフトウェア系ができる便利士ってねいないんですよ結構この業界 いいいなないでです少ないです少だからそうするとやっぱり文系の方でもまあ常習に応用情報まで受かっていればほぼ基本的なベースは出来上がってますから <laughs> まあ何ですか例えば我々私としても事務所でねもし応募があった時もまあまあまあ取りやすいというかまあ応用情報まで分かってるんだったら、まあ、コンピューターがあると基本分かってるから多分ソフトウェアの特許できるだろうなと。まと、あ、でできるものとできないものはありますよ。 うんまあ、いきなりね、そのタイミングで、じゃあ分かったと IoT のね、あの複雑な通信やってくれとか、ブロックチェーン使ったね、技術をやってくれとかっていうのはできないかもしれないけど、ただやっぱり我々、よく私なんかもやってるのは画面デザインとか、うん、やったでしょ、衣装法の画面デザイン。ユーザーインターフェースね。要するにこれ画面のさ、ここにボタンがあってとか、ここに何か表示されてて。あれ特許になるんですよ。あ特許になります。画面デザインって。結構強いんです。画面デザイン特許。うん、なんだけど、あのそれがあの専門じゃないと分からないんです、やっぱり。 うん、なので、まあ、そういった意味ではのの資格を持っっててるることによって結構そちらの仕事が広が広んですね、うん、やっぱりもう応用情報まで持ってますってなれば、まあ、たるえね文献の方でも、まあまあね、実際文献の方でそれ結構活躍されてる方いるのでだそういうメリットはあの非常に大きいかなと思います。であとはデメリットということになりますけれどもまずこれ情報処理技術者試験の免除しか利用できないって書いてありますけど他を狙うのは難しいのでだからまあそうは言ってもコンピューターめちゃめちゃ嫌いですと。 もう見ただけで虫歯が走るというの方は当然狙えません。これうん、それから、まあ、そうは言っても、まあ、さっき情報処理の資格がこうあったと思いますけどこれ上からさっき言った上から言ったものはプロの資格だと言いましたけど選択免除になるぐらいですから優しくはないです。ちょちょっとやって受かる試験ではない。 だからここからあの下については確かにね、まあ、一例えば IT パスポートなんか1週間もかかんないで受かる <laughs> ことは可能なんですけど応用情報とかに関してはやっぱりあのそれなりの対策は必要になってしまうとだからやっぱ便利試験というのバランスをどうするかということですねここに関しては。はい、で上車で技術者た試験が不合格だった場合にですねじゃあ選択科目を拘をどうするかと。 受かればいいですけど受かんなかった場合にはどうするかっていう対策がですねどうしても後手に回ってしまうというところは大きなデメリットになるかと思います。なのでまあ皆さんの一つの判断基準としては情報処理技術者の試験に自分が向いてるか受かるかというところが大きいところです。うん、で便利士と違って、まあ、ベースとなるのはやっぱり自分である程度独学ができる状態じゃなければまず厳しいと思ってください。 1>, 1から10までを全部教えてもらおうというスタンスだとちょっと多分勉強時間が足りないですね。で私自身が弁理士の,あの講師やる前はこの情報処理を専門に教えてたんですよずっと。ね、当時でもその基本情報ですねここにある基本情報の講座とかも持ってたんですけどこれで半年教えてましたからで1からね。 ベースからやるっていう人に教える時って日曜日にえと2コマかな5時間2 5点五時間で5時間を半年間かけて基本情報やりましょうっていう講座でした,ただそれぐらい勉強時間かけて基本情報っていうのをやるんですけどただね皆さんと大きな違いはやっぱりね勉理試験の受験生って勉強の仕方うまいのよ。で私基本情報を教えてた時はそういう人じゃないから教えてるのは。でも一からやっていかなきゃいけないねいろんなこと、うん。だからそういった意味ではやっぱ皆さんやり方はねうまいですからそんなに私は時間かかると思ってないです。 とは言っても1から10まで教えてもらおうと思ってるとちょっと厳しいうんちょっと厳しいということになりますはい <coughs> でもし応用情報を狙っていくということであれば学習スケジュールというのがありましてまあ大体勉強会社は6月ぐらいで結構ですあまり早く始めても忘れちゃうので <laughs> あの6月ぐらいで意外試験が10月の第3日曜なんですこれ毎年年2回4月の第3日曜と10月の第3日曜にやってます で10月第3日曜という形で、まあ、まあ標準を合わせていただければいいんですけれども、はい、だからまあ6月ぐらいからまあ始めていただいて、まあ、10月の第3日曜まで、まあ、最初は勉強時間そんなに多くなくてもいいですけど、まあ、徐々に徐々に勉強時間は最後はねちょっとスパートかけていただきたいですから浮かんできてないですからね <laughs> やっぱりそういった意味では、まあ、最後の方の10月とかはちょっと勉強時間取っていただきたいんですけどまあまあ6月ぐらいからそんなに何ですかね1週間10時間以上応用情報やるとかってそこまではいらないかなと思ってます。 はい、なのでやっぱり一番大事なのはこれですね。便利試験とのバランスを考慮する。皆さんは応用情報を取って終わりじゃないです。あくまでそこは通過点ですから、やっぱり便利試験とのバランスをしっかり考慮してほしいということですね。あとは、えっとね、さっき言った午前と午後という試験があります、応用情報には。で、その時きに、午前の問題ですね。この知識をまあ9月までに終わらせると。まあ、9月までといっても9月入るぐらいまでですかね。 8月末から9月上旬までに終わらせるという目標でやっていただけるといいかなと思います。で、えー、と回答がすぐ出ますから情報処理技術者試験も。もう自己採点していただいてで自己採点した上であので、ね、午前が足切りだとあの午後が採点されないって仕組みなんですよ情報処理技術者試験って。だからまあ午前が足切りの場合は、まあ、選択科目対策が必要になってくるかなというところですねこれ以降に。で午後はおおむねで判断するしかないんですけど。 それを1月ぐらいまでやっていただくということですかね。選択科目の対策をねということになります。はい、なので、まあ、応用情報で、まあ、選択科目の免除が狙えるかというところが一、まあ、つの大きな判断基準になってくるかと思います。でまあそれを踏まえた上で一応よしと。 で、まあレクト話をしていて、今年は、その応用情報の、あの、まあ今年はというかですね、まあ今回から、講座をちょっとやろうと、まあもともと私応用情報を教えてたので、まあせっかくいい機会だし、あの、これはなんとかね、皆さんにまあより楽にね、受かるようにしていただきたいというところで、応用情報技術者対策講座というのは、ちょっと始めていこうということになりました。でね、はい、結局、 普通の情報処理の構造と一番違うのはあのね勉強の仕方って皆さんやっぱうまいんですよさすがに便利試験受けてますからなので、ね、てかまあもしくは受けようとしてますからあの本当によく分かんない人がね今までそんな資格試験なんか受けたことないよっていう人が情報処理の試験の勉強するのとやっぱり便利試験の人がするっていうのはこれ違うので、ね、うんだからやっぱりその便利試験がじゃあするべきで言えば効率的にどう学習を進めていくのかっていうところの視点からちょっと組み直してると。 でプラスあの皆さん多分その応用情報処理技術者に受かってプログラマーとか SE になりたいわけじゃないんですよもうそこが前提として全然違う、うん、で普通はそういう人が多いんですこれ当たり前ですけど私だが昔情報処理の仕掛を教えてる時もそうだからプログラム開発するならこういうことやってくださいとかそういう話してたんですけどそうじゃないので便利士として <laughs> 必要な知識って何かっていったらもし我々がソフトウェアの特許をやるとしたらどんな形でねところを押さえていけばいいのかっていうところのレベルを抑えていくっていうことですね だから情報処理の専門家というよりかはまさにその弁理士として情報系の弁理士になるためには、まあ、こういうことを知ってるといいですよっていう視点から私なんかはやっぱどうしても話をするかなというところですね。はい、でじゃあ何が普通の講座と違うのかといったら基本的には、えっと、市販の問題集がありますからまずはそれを使ってください。 使ってくださいでそれがまず弁則で皆さんね便利士の講座とか慣れてるとなんか入門講座からね一からこう勉強、ね、講座聞きながらさやっていこうと思うんですけどあのそういう試験じゃないです。うんあのそれはねあの難しいと思いますよ。それを専門でやるわけじゃないから。だからもう多分テキスト買ってきていただいてでまああの、まあ、パンフレット載ってますけど、まあ、インプレスのやつがまあ,あのカルキュラムに沿ってるんでじゃあの公式のね まあそれが一番いいかな、まあ、過去文集もついててあの電子書籍で PDF もあの同時にあれなんですよただで手に入るんで PDF 手に入ればさ、ね、iPad とか入れとけばあの持ち歩けるじゃないですかで、まあ、インプレスが一番いいかなと思ってますけど、まあ、別に何でもいいですよ他の手話のとかのなんかありますよ。 週益なんかなんとかシステムとかあとあの技術評論者とかってもあるんですけどまあまあどれでもいいんですけれどもまあ,あのそれでえとまあ1個まあ参考書ですねを持っていただいてでその時にね情報処理ってね3つの分野から出るのテクノロジー系ストラジ系マネジメント系ってまあよくわかんないんでしょ今聞いてると。うん、でスト,ラジストラテジ系とマネジメント系っていうのは何かって言ったらこれね開発関係のやり方ですよ。 うん、どうやって開発するかみたいな。だからどちらかというとね、あの、本当中小企業診断士みたいな、この辺って話で、だからビジネススキームの話に近いんですよ。だってマネジメント系とかさ、知的財産とか出るんだから、特許法20年ですとか出るんだよ、ここ。そんなのさ、あの、教わってもしょうがないでしょ皆さんに。皆さんの方が知ってるよって感じじゃない。だから、ここについては、自分ででばいいんですよ。で私が、あの、どうこう、多分説明する話ではない。だからもう、ここ読んでいただければ、ふーんと。 で当然、あ,あの、午後問題とかはありますんで、あの、その試験問題で、午後問題とかの話をしたりとか、まあちょっと話はしますけどね、カリキュラムに入れてますけど、ただ一から全部教えていくって話ではないかなと思ってます。で、厄介なのはこっち。うん、テクノロジー系で、うん、やっぱり例えばネットワークの構成だと、構成だとか、コンピューターの仕組みだとか、ハードウェアのね、それから基礎理論のところあるわけです。例えば二進数の仕組みとか。でね、情報収入の試験で、どのテキスト見てもね、本屋さん見て、見ていただくと面白いんですけど、そこから始まるのよ。 まず二進数の仕組みから。で、論理回路だ。うん。で、アルゴリズムだって始まるんですけど、そこからやろうとして、みんな挫折するわけね。で、パラパラって見るじゃない。あ、わかんねえやと。ね、なんだよこれって。ね、十六進数ってなんだよって。十六進数からね、八進数の変換ってなんだよって言ってさ、そこでつまずくのよ。うん。それはそうだよ。あれだ、東京で言えばそ、そこ相続ですもん。<laughs> 最初のさ、勉強するのに行きねえ、受験だ、中段だから始めたら挫折するに決まってるじゃないですか。なんなの後回していいんですよ。全然。問題ないです。 私、自分が情報資料を教えているときも、そこ全部後回しでした。うん、そこやんなくていいと。でまずはコンピューターの仕組みをしっかり押さえてくれと。CPU なんだ、メモリなんだ、ね、キャッシュメモリって何のためにあるのか。そういうところですね。いうところを教えていただきたい。でやっぱりね、あのなんでって考えるのが非常に重要です。だから、おおむねこの分野に絞った講義です。で具体的な解き方。例えば、計算の仕方ですね。記憶量の計算どうやって出すのとか。さっきのじゃ IP アドレスの範囲ってどういうふうに決まってるのとか。 o s 7階層って一体何なのとかっていうところを、まあ、ネットワークの話ですけどまあ一番やっぱり読んでて理解しにくい、うん、で結構私講座の受講生さんがやっぱ質問する受けることもあって自分のゼミ制とかからねこの問題は分かんないですけどみたいな感じでさ受けることもあるのでそうするとまあ大体皆さんがどこでつまずくかっていうのはもうここなのよ。うんやっぱ技術は分かってないからでさっき言ったようにここはね開発のさバスタブ曲線とかってもあるんですけど、まあ、そんなの見りゃ分かるんでねそ、うん、んな難しくないですよここら辺については。 実はさんに見ててももらっても分かるとと思いいまますすこここででつまずくなやっぱここなの全部分かんないのなのであのここの分野におお、まあ、ね絞ったやり方をやっていこうとでここはもう基本を学習すればもうね弁理士の担当とかと一緒で基本は過去問で弁理士試験所に過去問重要うん弁理士試験で過去問と同じ問題出ないけど応用情報って過去問と同じ問題出たりするんでだから過去問めちゃめちゃ重要だからあとはここもどれだけ繰り返してできるかなんです だからインプットをまず早めにしてしまってさ言った過去問を何回も何回もやるともうそれが一番重要ですから,だからそういった意味ではここの攻略をまあきっちりしていくということですねでもう一個のガイダンスプレ講義っていうのをやっていますでまずはそのプレ講義を主張して見極めていただくといいかなと、うん、やり方は2つあって ID パスポートとか基本情報の本を1週間ぐらいで読み切るっていうのもあるんですよです1週間ぐらいバーッと読んでみていけそうかどうかっていうのは大体わかるんですよそれで <laughs> まあ書いいいてることとが面白くなな思ったら多分いけないですで今回「プレ講義」っていうあのもう一個のガイダンス動画がありますんでてかまああのアップしますんでちょっとタイミングちょっとずれると思いますけど、まあ、まあ出ていれば見ていただいてまずコンピューータのの仕組みとの話をします、うん、例えば何でこうなってますか、ね、キャッシュメモリってさっき言ったキャッシュメモリなんですかコンピューターの仕組みって CPU ありますじゃ CPU ってどういうふうな動作をしてますかということのまず基本的な話をしていきます。 まあ言ってしまえば、コンシューマーレベル。ね。店で売っている、例えばそのパソコンのね、お店の人が知ってるレベルの話です。で、そこを聞いて、ふむふむと。あ、ルーターってそういうもんなのね、と。ルーターとハブの違いってそういうことなのね、なんていうのが分かれば。ね。ファイアウォールってのはどういうものなのみたいな話を、ざーっとこう、概略的に言ってきます。で、それで興味が持てるんだったら進められます。もう全然興味持てないと。え、何それと。よくわかんないよ、と <laughs> なると。やっぱあるからね、向き不向きは。うん、その時は厳しいかな、と。 うん思いますでほら便利士たちと違って周りに聞く人もいないでしょ皆さん、うん、だからまあそういった意味では、まあ、ちょっとあの厳しいですけどね、まあ、ツイッターとかで私に聞いてもらうのは全然構わないですけどね、うんえでまあ、ツイッターなんか使えないよって言ったらさすがにどうかなというふうに思いますけどね、はい、そういった意味では、まあ、その応用情報の技術者対策講座というのを、まあ、やっぱり皆さんは便利事務権ありきなのでここに時間かけなきゃいかないんですよ。もう私もあのここに時間かけてしくないの ここはここはでもあっさり流していただいてやっぱり普段の4法やっていただきたいので、うん、だそういった意味での観点から講座を作ってるってところで多分他にないですよねこんな講座ね。というかそもそも便利士をやりね弁理士自身がこの講座を担当してるってことがないのでだか分かんないですよ応用情報の先生まあコンピューターね教える先生それはいますけど便利士との兼ね合いがどうなってるかっていうのが分かんないですよね。 うん、ていうのってやっぱ受かった後に、どういうことを知ってると、役に立つかっていうのが。やっぱり、普段その仕事してなきゃわかんないですから。そういった意味での視点からはやるので、まあ、いいですよ。だから、これ。ね、もしかしたら、合格者の方が、お、じゃ、あ俺、ちょっと、ね、そっち系に進みたいから、ね、ちょっとやるかと。いうことで、あの、やっていただいても、私は全然いいかなと思ってますね。はい。一応、そんな風に、あの、意識をしているところです。やっぱ、あとはね、理由付けをしっかり考えるの大事よ。あ、情報処理も一緒。結構、理由付けあるのよ。 うん、でパンフレットのところかなちょっと載せたようにコンピューターって、まあ、二進数の勉強するんですけどなんで二進数なのっていうのもちゃんと理由があってん、うん、あの単純に電気のオンオフだからってねそれだけじゃなくて歴史的な経緯があるのよ。さ、う、か、ん、のぼると本当も,えもうずっとエニアックっていうさコンピューター最初の頃からあっていわゆる真空管の話までさかのぼっていくんですけど、うん、だそういったところからやっぱりやっていけば、まあ、面白いというかもう便利し,てしようんあよ定義趣旨じゃないけど、うん、そういうところをやっていった方があの私はいいかなと思ってますね。 と、はい、いうところになりますので、まあ、その応用情報に関しては、まあ、選択免除を狙うとでもし選択科目を受けなきゃいけないとなったといった場合ですねでその時じゃあ情報系の選択科目っていうのをちょっと紹介しておきますで他のちょっとねあの分野は私分かりませんから情報系の選択科目を説明しておきますで情報系は2つです計算機構学と情報理論っていう科目になりますで情報処理技術者試験の知識が使えるのは計算機構学の方なんですが まあちょっとえっ、ー、とね全く今まで情報の勉強したことがない人が選ぶのは若干ハンドルが高いところがあります。でなぜかといったらこれ今ってねその一貫試験科目の整理でハードウェアとソフトウェアがあの一科目になっちゃったんですよ。だから結構あの幅広い対策は必要です。で概ね一問は論理回路の取材が出ます、うん、で問題としては難しくないんですけれども対策は立てやすいんですけれどそもそも論理回路とは何ぞやというところからいかなきゃいけないので。 でここをあの攻略できるかいうのがあもともと情報の勉強やってました昔カルノーワップとか書いてましたっていう方であればいいんですけど「いやクソワカイと何ですか?」っていうねまあ当然やってきゃいいので、うん、難しくはないんですけどただやっぱりあのそこのハードルはありますね。上昇の技術者との重なりはあの全くないわけではないんですけど、うん、ちょっとあの、まあ、必ず重なっているわけでもないっていうのと、まあ、分野としての出題が安定しないというのはあります。 例えばちょっと見にくいかもしれませんけれども、まあ、東京庁のホームページで後で見といてください。こんな感じ、論理回路ってで。これに基づいて、えー、今回であればなんだ、うん、と状態戦術とかが、状態戦術とか、えー、そういうものを論理式を作ったり、論理回路を作れっていう問題が出ますで。これが今回は1問目ですね。これ平成30年の問題です <laughs> で。こっちはソフトウェアの問題で、えー、これプログラムの変換と実行ですね。 うんで多分えー、とまあコンパイラー形式ですかコンパイラーとか、まあ、インタープリターとかの説明が出ていますこれはソフトウェアの問題が出てますただ用語問題が必ず出るんですねで用語問題に関しても、えーとまあ、例えばトランジスタゼロへの丸めパイプライン処理排他制御コンテナ型、えー、仮想化タイムシェアリングシステムというところで、まあ、ほぼ情報処理試験で出る用語なので、まあ多分情報処理の勉強すれば書けるというふうになります なのでまあ,あの論理回路がちょっとこう論理回路も結構毎年出てますからそこを攻略できるかどうかだと思いますね、はい、ちょっとあの科目はひどいですでもう一個情報理論の方ですけれどもこちらはもう科目ですねが安定していますうん取材内容としては安定しておりと情報理論の基本書を学習すれば対策可能これ本屋さんに行くと大きめの本屋に行けば情報理論って本がありますでそれをあの薄くていいですうんあの攻略できるかどうかということになりますで内容は え高校で学習する確率ですほぼ1個はだからその確率の知識レベルが必要と書いてありますけど、まあ、それを習得していくということになりますだから複雑な数学は出ないんですけど若干数学を使うとその確率の,あの組み合わせとかねはいただ情報処理の試験とは学習内容はほとんど重ならないと、まあ、若干そのまああの重なるところもあるんですけれども、まあ、重なりは弱いので別の対策が必要にはなってきます ただ、あの、全くの初心者であっても、こちらは内容が固まっているので、もう決まってるんですよ、情報理論っていうのは。新しい分野というよりかは、もうかなり基本的な分野なので、なので、対策は立てやすいです。さっき言った、その基本書ですね、なんか薄い基本書を買ってきて、もうそれを学習すればいいということになりますからね。はい、では問題としても、こんなやつで、例えばこれ、あの、中が見えない箱の中に玉が入ってますと、それを取り出した時の確率を求めようとかでしょ。まさに確率なんです、もうこれ。うん。 ということあとは符号化ですねこれ、うん、ハフマン符号にしなさいとかっていう話でまあ符号化についてもまあ当然今知らなければ何じゃこりゃって問題ですけどあ出てるのはそんな難しくないです。だ、う、か、ん、だ用語問題も同じですね。うん、風鈴変換ですね。うん、風鈴変換とか、えー、あとは量子化雑音とか完全符号畳み込み符号ということでもうこれも本当に基本となるあの用語なので,で、まあ、基本用語ぐらいしか出てこないです用語説明も。 とということですが対策は立てやすいんですけど、まああのー、そこができるかどうかというだけの話かなと思います当然もう私も忘れちゃってますから解けてやって今解けませんけどだまあ自分が受験生であればうんどっちを取るかな情報理論を取るか、まあ、情報理論がでも対策立てやすいからね安定してるのでだまあ情報理論をやって思い出せばそっちだし、まあ、そうじゃなければまあ論理回路をもう1回やってますからもう一度や,やってですね、まあ、思い出していくってやり方、まあ、論理回路は満点ではないので。 うん、まあ論理から2問目がだいたい最近はソフトウェア関係ですかねが出るんですけど、まあ、そっちはそんなに情報処理と重なってる部分が多いのでもしかしたら計算機工学まあ今年の合格者でも何人か情報で受かった方と話をしましたけど結構計算機工学で受かられた方もいて、うんまあ、結構でもないですけどあ計算工学で受かったって言ったら計算工学であの合格しましたよっていう方はやっぱいましたので、はいまあ、そんなに難しい話ではないかなと思います。 はい、というところでやっぱ選択科目っていうのが、まあ、あの受けられるのであれば選択免除とった方がいいと思い思ます、うん、あの実際に今言ったように選択科目が駄目であの涙を、ね、悔し涙になってしまったということをやっぱ結構知っていて免除さえあればよかったよねっていうことにはなるのでやっぱりだから免除を狙っていくっていうのは一つかなとでやっぱりおすすめしてるんですけどいや私ちょっと難しいから選択科目できますというふうによって選択科目だけ落ちてしまったという方がやっぱり多かったりするんで。 特にあの生物とかは結構難しくてうん結構やっぱ生物で駄目だったっていう方も聞きますしで法律もやっぱりあの民法で駄目でしたっていう方はあの結構いらっしゃるので今までうんやっぱそういった意味ではあの安心してね試験に臨めるということであれば特に1年目の方はあのまだ時間的に余裕があると思いますからまあそこを狙っていただくということが大事かなそれからあとはまあ担当免除の方に関してもまあね担当免除の場合は担当試験の勉強がない分。 あのそこは情報処理試験にあの割り当てるのは十分可能だと思いますので担当免除の方は是非、うん、狙っていただいた方がよろしいかと思います、はい、ただやっぱりそこはやっぱ向き不向きどうしてもありますんでね、うん、あとは、えー、そのちょっとプレ講義の方を見ていただいてあこれはいけそうだなとかちょっと難しいなという判断をした上でね是非選択免除を狙っていただければと思います はい、えー、というところで今日は、まああのまあ、情報系がちょっと話中心になってしまいましたけれども選択科目の対策の立て方ということで話をさせていただきましたはいあとは、えー、ぜひ皆さんねどの道に進むか検討した上とにかくまあ本当情報処理持っていればあのそちらの仕事ができるようになるっていうのもやっぱり我々便利士としては大きいところだと思いますし、まあ、個人的にはやっぱ情報系の便利士さんが結構いないので化け、うん、の便利士さん多いんですよやっぱり科学分野は。 あの感覚的なところでいうとやっぱり科学分野の方が多くてなぜか、うん、で今例えばあの情報系の質感ってかなり多いんですよで、まあ、どこの企業でもやっぱりなかなか構造系っていうのは技術が枯れてきてしまっていてやっぱソフトウェアでどう処理するっていうところでやっぱ質感をしていくというのが非常に多いんですねでやっぱり木原さんに比べてもその今までの事務所に出すと情報系分かってる先生がいないので,で我々から見ると情報系の便利,あの便利から見るといやこの質感じゃちょっと耐えられないんじゃないな いう状態ででったりすするんですねだからそこをやっぱり皆さんと一緒にね業界を作っていけるっていうのは私としてもの <laughs> 嬉しいところですのでぜひね、うん、あのそういう皆さんの選択肢ですね、まあ、別にまあ取ってるからといってねじゃあその後商標をやるっていうのはまあいいと思うんですよだからまあ選択肢を広げるってことはやっぱ一つのねあの対策としてあると思いますからぜひ一緒にね頑張ってやっていければと思います。はい、えー、というとことでじゃあ今回はえちょっと洗濯物の、まえー、選び方とまた、あ、選択免除についてということで話をさせていただきました。 はい、じゃあ、また、あの、引き続きね、まあ、どこかの講座ね、お会いしましょう。はい、では、今日はこれで終わりにしたいと思います。皆さん、どうも、お疲れ様でした。